ロガエスの書どうかしたの奪われた。待たせたな。お前の弟子を。何が起きた。師匠、なんでこんなことに。残月レオユヨハネス、 お前に頼みたいことがある。こんな時に。<笑>分かった。ミリアム、ちょっと話がある。分かった。ねえ、アルフレッドは敵じゃなかったの。実はお前と戦った後、俺はドミニクが仕切りに戦わせたがっている 錬金術師と話すことにした。話してみて、俺の懸念が当たっていたことが分かった。懸念って？結論として、ドミニクが俺たちを操って何かを企んでいると判断した。え？何言ってるの？本当にロガエスの書を確保したいのなら、お前と共闘し、 先にジーベルを倒せばよかっただけだ。それなら戦力を分断してアルフレッドを追わせていたことにそもそも疑問があった。現に奴は我々の邪魔はしていない。ちょっと待って、彼は私の邪魔をしているわ。それは若干の誤解がある。奴はどうしてもお前をこの城から引き離したかっただけだ。 なぜ？それはお前が唯一の最適合者だからだ。最適合者？結晶を移植された人間の中でお前が最も悪魔の力を使えるということだ。だからこそここでお前が利用されることを恐れたのだ。だったらどうして本当のことを？ドミニクを信用しているお前たちに 本当のことを話しても簡単には信じまい。それにお前のことだ。信じたとして引き下がるとは思えんしな。それは企んでるって一体何を？それは分からん。本人に直接聞くしかあるまい。 ミリアム、師匠が呼んでる。
ミリアム、戦いに巻き込んですまない。全て私の責任だ。辛い思いをさせて本当にすまなかった。アルフレッド。アルフレッドは死ぬ覚悟でここに来た。ならばその死を無駄にせぬためにも、悲しむのは全てを終えてからだ。そうね、ヨハネス、話は済んでいるな。ああ、僕のやるべきことを全て聞いた。ならば即行動だ。まずはグレモリーだ。奴はこの先にいるが、亜空間を使いどこにでも移動できる。また逃げられる可能性があるわね。俺にはそれを封じる術がある。普段の奴なら通用せんが、奴は俺が残月刀を持たぬことを知っているがゆえの油断がある。その隙をつく。まず俺が先に行く。頃合いを見て後から来てくれ。僕の出番はロガエスの書を取り戻してからだ。情けないけど君だけが頼りだ。だけど無理だけはしないでくれ。分かったわ。じゃあ僕は一旦戻る。
ついてこれるか。そこ。よっ。そこ。そこ。
Yeah!
インバート。インバート！